ここは何の意味があったのかなと思ったけど、ちゃんとアイテムをゲットするというデイリーカタパルト。カタパルト？お出かけのたびにビューンで飛ぶのかしら。楽しそう。緑か、行きまーす。生身の人間で大丈夫ですかね。ここはもうそろそろ最上階か。倉庫。ほう、いろんなものがありますね。使われたばっかりなのか。ほんのりと女の子のいい匂いがする。くんか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 。左に石像が。緑かさんの匂いとはまた違った。つまりお前嗅いだことがあるってことだな。ふかふかしてて気持ちよさそう。寝よ。はい、そうですね。ん？一時の欲望で村の掟を破ってしまった。村から追い出されて途方に暮れていた時、博士という人に実験体にならないかと誘われた。すごく怖いけど、もう一度やり直せるかもしれない。失敗すれば死んじゃうけれど、このまま生きて終わらない自己嫌悪に王に苦しむよりずっといい。そう決心した。そうしてついていった先で助手と呼ばれてる人と会った時、あの種族だと分かった。私にとっては種族名を呼ぶのも恐ろしい。あの種族なんだろう。あの種族は乱暴で頭が悪いと昔から教えられていたけれど、助手さんは優しくて聡明な雰囲気で、こんな私にも気をかけてくれた。決心が少しだけ揺らぎそうになった。なのに一言も口を聞けなかった。あの種族だと思うと震えが止まらなくなる。小さい頃からの教えもあるけど、一番はあの日の馬車で見た光景だと思う。馬車で移動している時に人気のない場所を通って、ゴブリンたちが誰かをリンチしていたのが見えた。今にも息絶えそうな人をひたすら殴打していた。でも私には暴行を加えているゴブリンたちよりも、それを楽しそうに眺めている人の方が怖かった。まがまがしい角に豊満な肉体。あの種族であることは一目で分かった。豊満、角。サキバスとかやっぱそれ系かな。リンチ現場を楽しそうに見ているのも気味悪いけど、もっと邪悪な何かをはらんでいるような瞳に凍りついた。それがあの種族を見た最初の経験。今でもあの瞳を思い出すだけで身の毛がよだつ。だけど女子さんとは何の関係もない。親切にしてくれた人のことまで疑うなんて、やっぱり私は汚い女になってしまったんだ。ごめんなさい。口では言えませんでしたが、親切にしていただいてありがとうございました。誰の日記でしょうか。わからないけど、とても悲しい日記だわ。左のあれは気になるな。緊急用の水って書いてますね。ちゃんと蓄えを用意してるのね。ほのかに梅干しの匂いがする。ほう。題名だけで具合が悪くなるような本がぎっしり並んでる。グロ系か。鍵付きの箱。大切なものでも入ってるんでしょうか。ちょっと開けたくなる箱だわ。開けよう。ダメか。動物図鑑。ダメか。開けたくなるってのは宝箱のビジュアルしてるからか。食べよう、リンゴ。青汁。ノート軽く読んでみる。タイムスリップについて。意図的に行うには膨大な魔力と理想的な立地条件が必要らしい。しかしこれは太古の王が過去を変えて国を救ったなんておとぎ話もいいとこで、幾多の魔術師が挑戦するも成功例は一度もない。せいぜい宇宙の離れた場所に行く程度だ。まあタイムスリップなんかがホイホイできたら、現世はめちゃくちゃなことになっているだろうし、おとぎ話のままの方がいいのかも。今でもそんな良い世の中じゃないけれど。それと誰かがいなくなる神隠しのような現象が起きた場合、それは偶発的にタイムスリップしてしまったのではないかとささやかれている。根拠がない。頭の片隅に留める程度にしておく。メモ書きかな。先こっちでいいのかな。石像ですね。なんかどっかで見たような。ゆうすけくんの部屋の棚の下にあった本の女の子とそっくりだわ。エロ本。ああ、それです。体元筋肉が足りないところ以外は本当にそっくりで。あ。うわごめんなさい、わざと言ったんじゃないの。なんでちゃんと隠さなかったんだ、俺の。おお昨晩も何事もなく、普通にあの本ピーで使っちゃったよ。本当にごめんなさい。軽蔑しましたか。してないわ。どうして。マニアックなやつでも。そんなことで差別しないわよ。
例えばだけど、ゆうすけくんが好みな女の子を見つけたとして、その子に無理やり何かしようと思う？しないです。したいとも思わないです。でしょ？だからゆうすけくんがどんな趣味を持っててもいいと思うの。それにね、私だってね、実は声フェチなの。いいじゃないか、声フェチの人は多いぞ。え？ヘッドホンでささやくような歌声とか聞いてドキドキしちゃうの。好みの声に耳立てちゃったりとか思わずしちゃうし、耳がはらむとか言っちゃうタイプか。ね、私だって言わないだけで変わってるとこあんのよ。だから気にしないで。緑かさん、寒類、あれ、ごめん、何かひどいことを言っちゃった？いえ、緑かさんは本当にいい人です。悪いのは僕ですから。ゆうすけくん何も悪いことしてないじゃない。いや、もう本当にもう本当いろいろごめんなさい。あとすみません、お気遣いは痛み入るほど嬉しくてありがたいのですが、男相手にフェチやエロっぽい話題はやめておいた方がいいですよ。え？僕は分かってるからいいんですが、そういう話をされると男は誘ってると勘違いしかねません。そうか？この程度で。緑香さん、たまに無防備なところがあるから心配なんです。今は僕のアホをフォローするために言ってくれたのはわかるけど。そうなの、わかったわ。ゆうすけくん、ありがとうね。ううで、これは結局なんでもないのか。この香水瓶、どこかで、あ、化学部の物質の窓からよく見えてた瓶じゃない？ああ、それですね。ん？なんでここに？本当にいい女の香りですって。どんな香りなのかしらね。でもこういう香水って匂いがきついのもありますよね。そうね、でもどんな香りか少し気になるわ。なんて、蓋が緩んでいて開封済みのようですし、少しだけ嗅いでみましょうか。え、少しだけ大丈夫？え、くっさーい！なにこれ！すごい。何をどうしたらこんな大衆になるんだ。それでいて女性特有の甘みもあって、絶妙にいやらしく調和して。あれ？僕、ドキドキしてる？フェロモン系か？早く蓋を閉じて！はい。まあ、勝手に開けてからなんですが。人のものですし、持って行って返しましょう。そうね、いざという時はゾンビゲンの鼻面に命中させて逃げられるかも。またなんかのゲームですか？化学部の香水、何かに使えるのか。こういうのって取っておかないと後々でなんか撃退できなかったりでバッドエンドになっちゃうのかな。あと入ってないところはこっちか、浴場。よし、気持ちよさそうな大浴場ね。今は入る気になりませんが、入ろう。空の桶、こっちは少しヌラヌラしていて、何が入ってたんですかね。大浴場、小浴場、冷えた水。お、初登場の女の子。どうしたんですか？何かあったんですか？緑香さん、そっぽ向いてるけどな。私、村から追い出されてここで実験体になるのを待っているんです。え？嫁入りするまで汚してはいけない大切なドレスをこんなにしてしまって。それならもう何の記憶もなく新たに綺麗な生命体にならないかと。必ず成功するという保証はないそうですが。そんな、あんまりです。いえ、私はもう身も心も汚いから、このドレスの汚れだって消えません。汚くなんかないです。ありがとうございます。ん？これだけ？お風呂入ろう、せめて。ダメなの？チェ。お風呂といったらね、そういうイベントがないと。食堂。あら、いい匂い。いかにもレストランって感じの雰囲気ね。ちょっと暗すぎる気もしますが。いらっしゃいませ。ああ、顔がない。透明だ。ひぃ、透明？はい。私どもを作られた主様からは、全員透明コックと呼ばれております。
作られた。主様が科学と魔術を用いて製造された一作目、それが私どもでございます。人造人間なのね。なんかかっこいい。それではごゆっくりとおくつろぎください。ほう。新メニュー開発には貪欲に挑んでおります。リクエストがあれば何なりとお申し付けください。ほう。勝手に入ったら怒られるかな。ここで怒られるってのは命がけかもしれないし。え、何？フラグかな。ダメか。まったく、あなたって人は。うっかりだったじゃないか。このおバカ。ん？ちょっと聞いてくださる？このおバカな亭主と来たら、調理場を見学してうっかり大切なものを落としたんです。調理場って見学できるんですか？ええ、自由ですのよ。遠目になら見られてる方が燃えるそうで。ほう。でもここの料理人、調理中は話を聞いてくれませんから。それどころかすごく怖いし。主人もこの通りですから、調理が終わるまでディナーをたしなみながら待っているんです。大変ですね。仕方ありませんわ。はあ。取りに行くってことか。自動演奏。ここの料理人の腕前は申し分ないのですが、透明なのをいいことに調理中は帽子だけかぶって全裸なのですよ。開放的。それで揚げ物とかしたら大変だぞ。あちってなるぞ。え、全く食欲が減るというか、羨ましいというか、うん、いや、なんでもないです。そして調理中はピリピリしているのか。あなた、お食事の場でなんて下品なお話を。ラディもいるのよ。ああ、申し訳ない。おう、むしゃ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 。じゃあちょっと見学しに行こう。入っていいのよね。どうぞ。ですが、なるべく調理中のコックに近づかないようお願い申し上げます。わかりました。それはつまり、一目散に近づけということですね。わあ。え？いたたた。なんだ。急に弾き飛ばされて。え？弾き飛ばされた。ねえ、私おかしいの。自分の体見上げてるなんて。いいおみやし。どうして？よし。次どこ行く？調理中、調理中。この人良さそうじゃない？違うか。私は今、毒味係の様子見と後片付けをする係。毒味？はい。博士様よりご提供された化学食材を毒味しては吐いて休んでおります。なんてひどいこと。私どもには魔術的に消される以外の死はありませんのでご心配なく。しかしながら性格面にも悪影響が出始めているので、一度浄化していただかねば。性格に悪影響って、というかそれ本当に意味はあるんですか？一度成功してメニューに加えたものもございます。一度このロウソク、あ、なるほど。あ、でも火種がないわ。手につけていいんですかね？というよりつけて意味あるんですかね？もしかしたら火をつけたらいいことがあるかしらーなんて。そういえば緑香さんがこの間やってたゲームにそんな仕掛けがあったような。とりあえずつけておくものなのか、コックさんに聞いてみましょう。血の跡。シーツ横のランタンってつけておくものでしょうか？ん？ランタンのろうそくがないと点ができませんよ。さっきおトイレで見つけてセットしたんです。おお、それはありがとうございました。すいませんが、手が離せないので代わりに点火していただけないでしょうか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。使ったらマッチ箱はランタンの横に置いてください。ほう。ところで、ランタンを灯す意味って？食材の採取です。何がやってくるんですか？それはですね、やっぱり言わなくていいです。ん？壁の上に止まってるが、どこがおかしくありませんか？なんとなくテッカテッカしてるような。なんだなんだ。まず、あ、今度はなんだ。首が少し痛い。なぜか目隠しをされていて、体も拘束されているようだ。すぐ横に気配を感じる。あれか、焼かれるのか、あそこで。一体何をした。
私の情熱のオーラに触れたあなた様へ特別ディナーを振る舞うサプライズを。何を言ってるんだ。それより緑香さんは。お？お連れ様のことでしょうか。それなら慌てずともご一緒にディナーの席にお連れいたします。ディナーにされちゃってんのかもしや。肉の焼けたような香ばしい香りが鼻孔に充満する。ほのかに蜂蜜のような甘さもはらんでいて、食欲を誘うごちそうの匂い。なのになぜだろう、どんな悪臭よりも嗅ぎたくないと本能が拒絶している。さあそれではお披露目です。あなた様の好物を可憐に調理した特別料理、心ゆくまでご堪能ください。これは絶句。アニメのサイコパスのあれ思い出すな、あの公園のところになんかセッティングされてたり、あれされてたやつ。え？わけがわからなかった、理解できなかった。だけど目が、鼻が、本能が、目の前のものが緑香さんだったことを容赦なく告げる。手は絵を描かない、足はどこへも出かけない、唇は優しい言葉をかけない、もう彼女は笑わない。大好きだった、守りたかった、だけど緑香さんはもういない。まだ続く、ゲームオーバーって出ない。緑香さん愛しそう。そんなところボイスありで本気でやらないで。手の拘束が外された。食うのか。結構きつめのやつでしたな今。私は今レシピの復習をする係だけかい。結構細かいところに物があったりするからな、料理を運ぶ係。お、これ気をつけないとか。こんなところに指輪、あの人たちのでしょうか。持っていきましょう。け、あこのまま戻るとどうなんだろう。テンカットで、マッチはここに。ガが来た。食材ともしや。あ、でも溶けていく。ガの中から鍵、どこの鍵でしょうか。そんな仕掛けが。私どもを作られた主様の影響か、多少ですが感情のオーラが見えるんです。感情のオーラ。例えば相手が複数いた場合、誰が誰に好意を持っているのかなどもわずかですが見えます。その逆もしかり。あら、まあエスパーなんですね。さすがに何を考えているかまで読むことはできませんが、じゃあこいつらのお互いにほの字なあたりもバレてしまうというわけが。あら、まあ取ってきてくださるなんて本当にありがとうございます。もしかして結婚指輪ですか。いいえ、契約指輪です。おお、婚約でもなく。え、私たちが機能するための電池のようなものですわ。もし踏んづけられてたら、また主様が発注しないといけなくなるからな。あの、何を言ってるんですか。あら、言ってませんでしたわね。これは失礼しましたわ。私たちは動いて話せる雰囲気作り用のオートマータなのですよ。パッケージで購入して魔力を込めたら出来上がるお手軽さが自慢ですわ。本当に何でもありだな、この世界。それよりお礼と言いましょうか。私たちには使えないものなのですけど。おう、ありがとうございます。洗剤？あら、デュクシクリーンだわ。デュクシ、デュクシ。デュク。酵素の力で汚れが落ちて色落ちにくい優れものの漂白洗剤よ。デュクシって何ですかね。そこまでは。私たちのところに突然転がってきたのですが、使い方がわからなかったもので。洗剤なら主様にお渡ししようとも思ったのですが、人間界のもののようですからあなた方にと。ありがとうございます。デュクシクリーン、ほう、知る人ぞ知る。知らんな。私たちは飽きるという感情をほとんど持っていませんが、
主様が飽きることは次へのステップでもあるとおっしゃっていたことがあります。なおのこと私たちには不要な感情ですけど、あなた方人間にも必要な感情なのでしょうか。その主さんの言ってることもなんとなくわかるのですが、飽きずにずっと大事に持っているものが少しくらいあってもいいと思います。そうですか、きっとそれは素敵なものでしょうね。私に言われても説得力がありませんけれど。そんなことないですよ、私もその通りだと思います。まあありがとうございます。本当に不思議で面白い方々。主様がこういった魔力を使うのもトレーニングの一環なんだそうです。本文はご自身のための薬学なのですが、全く熱心であらせられる主様の主様、主様でもいい気がするな。博士と呼ばれる方のご命令も助手としてけなげに遂行していらっしゃいますし。なるほど、これは博士じゃなくてあの助手の方が動かしたのか。人形心にも優秀で素晴らしいお方だと常々感じております。主様ってあの白衣の女の子のことだったのね。魔法使いか、素敵。で、鍵を手に入れたので開いてなかったところをとりあえずぶっ刺しに行きましょう。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.